はい、ではですね、ジャイラミツリンの大樹の根元っていうのかなの前まで来てみました。結局ね、あの左側の黄色いところをですね、あそこはあの鍵が閉まってて中に入れなかったんですよね。だおそらくね、この奥じゃないかと思います。しかしちょっと勝てるかな。あ、いた。ちょっと MP 満タンにしとけばよかったかな。固めですね、間違いなく。セラフィー来た。やっぱり魔物使いなのかな。お、大丈夫か。お、ちょっとおとなしい。ああ、大丈夫みたい。あ、ゴロゴロしてるし。ああ、なるほどね。確かにね、相棒じゃなきゃこんなにおとなしいわけないですもんね。ちょめちょめ。お、納得したっぽい。全部が全部そうであるとは分かんないけどね。一緒に行って大丈夫かな。お、よかった、ボス戦はなさそうですね。ここは特に何もないのかな。こっちか。目立ったものは何もなさそうですね。じゃあね、戻りたいと思います。よかった、なんとかやられずに済みましたね。結構きつかったですね。早速ムービーですね。あれ、もしかしてそこにいるんじゃないの？街の中からはいけない。一度外へ出て城壁の東側に回ってみる。なるほど。じゃあそこ行ったらまたつなぎますかね。OK、じゃあまたそちらでお会いしましょう。はい、ではね、闘技場の横の入り口に来てみました。でね、一つ忘れてましたね。はい、皆さんこんにちは、カタリルームのカタリルです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。ご挨拶をね、忘れてました。作戦
すぐ右の部屋に魔物たちを入れる檻がいくつもある。だんだん記憶が戻ってきてるんですかね。あー、なるほど。華麗に捕まってる魔物たちを逃がしてみせるわ。大丈夫かな。まあやるしかないんでしょうね。行ってみましょう。続けてね、だいたい録画してるんですけど、その間にね、食事取ったりとかしてると、どこで切ったかね、分かんなくなっちゃう時があるんですよね。それでご挨拶を忘れてしまいました。もう作戦通りだね、ここまでは。確かに魔物がいっぱいいる。みんななんかちょっと寂しそうというか。おお、なるほど、この辺が魔物使いなんだね。手上げても無理じゃないのか。殺し合いないんでしょうね、きっとね。もうこんなに逃がしちゃって大丈夫なのかな。やろうとしてることは分からなくはないんですけどね。王様も何か秘密を握ってるみたいだし、この後の展開が楽しみですね。何？どういうこと？あれ、これ檻の中にいない？捕まっちゃうんじゃん、そんなとこにいると。戦争に行くとき、どういうことだろう。もともと魔物の味方だったんですかね。というか魔物使いだったのかな。思い出してきた。どういうことだろう。ボス戦になると言ってったのかな、今のは。とりあえず回復だけしてって
万全な状態で行ってみましょうかね。エレベーターってこっちなことなのかな。あ、鍵かかってる。これですかね。違ったみたい。なんか違うとこ来ちゃったみたい。まあお宝ゲットでしたね。あれ、さっきの階段を登らなきゃいけなかったのかな。あそこの階段を登ればいいんですかね。ちょっとね、この辺下ってますね。これ違うでしょう。これ違うな。あれ、エレベーターって言わなかったっけ。ここのね、冒険ガイドがね、ずっと新たな世界で冒険の旅を続けようとしか出てこなくて、全然ガイドになってませんよね。この階段を登れって、それとも戦いの広間、あの緑の方行くのかな。こちらには行ってないようだ。どこ行けばいいんですか。これか。なんだ、いかにも牢屋っぽいからエレベーターには見えなかったですよ。さあどうなる。王様ちょっと何しようとしてるのかな。この辺あれですかね、なんかあのプロモーションビデオにあったようなシーンかな。あ、やっぱ王様じゃないんだ。魔物使いのベルムドさん、なるほど。その辺が分かんないですね。どうしてなんで仕打ちするんだろう。どういうこと、よく意味分かんないな。兵士？魔物じゃないの？とりあえずこのベルムドは記憶を失ってはいなそうですね。うわ、マジかよ。あー、逃がしたやつでも戻ってきた。あー、これこれ、この辺あのプロモーションビデオにありましたね。あー、やっぱりあの方だって。こいつも操られてるんだ。ていうかこれボス戦じゃないのか。うわ、なんだ。
わ、こんな姿になっちゃって、魔物使いが魔物になってどうする。そこで頼られてない、もうね噛んじゃったよそこで頼らないで、やばい、強いな。とりあえず1回のためにでタイガークローでいきましょう。あ、結構入るぞ、思ったほど強くないのかな。門番の方がよっぽど強いかもしれないですね。まあ防御力は低いけど攻撃力が高いかもしれないから、用心に越したことはないですね。狙われてないかと。でやられたな、大丈夫だった。あ、死んだっぽい。先になんか先になんか生き返らす呪文が狙われてる。溜めて、もう必殺使えなくなっちゃってるな。やばい、やっぱ結構攻撃力強いな。死んだわ、完全に狙われてる。死んでるのに、よしとりあえず戻ろう。食べてーのー、なんか変なのやった。食べたはずがなんか違うことしたっぽい。死んでるし、きついぞこれは。攻撃入るかなと思ったけどね。ブレイスさんから先に生き返らすってのはよく分かってますね。意外ともしかしたらヒットポイントが高かったりするかもしれない。ちょっと細かく攻撃していった方がいいかな。やべ、必殺が出てました。一発溜めて、もう一発試させてくれ。ここで必殺をやろう。死ぬなよ。よし、これでタイガークロイを、よしよしよし、今のうちだ。あ、なんか違うのやっちゃった、なんか違うのやっちゃった。これ何、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 何をやっちゃったの今。死ぬ、死んだか。そろそろ MP がないな。まだ黄色くならないですけどね。回復、あ、 MP 回復したな。これなんで MP 回復するんだろう。さっきもね、雑魚戦の時にね、 MP が自動で回復してたんですよ。なんかそういう呪文があるんですかね。
加減黄色くなってほしいですね。よし、もう一回。だいぶ呪文に助けられて攻撃力が高くなってるんですけどね、なかなかまだ黄色くならないぞ。ヒットポイント高いのかな。ちょっとためようかな、あっちに離れてる時ぐらいは。マックスまで貯めちゃいますか。ミスってる。あ、黄色くなった。飽きちゃったからもういいや、大学で入れちゃおう。少し離れて貯めて、あ、これやばいな。近づいたら入れちゃう。よしよしよし。でちょっと回復しつつの、やばいやばい、枝割りちょる貯めても、狙ってない時はとにかく貯めよう。もう一度貯めて、ミスった。死んじゃったから大学を入れとこうかな。よしよし、貯めての、できるだけ貯めて攻撃しますかね。おお、やべ、効率は悪そう。でも結構攻撃力っていうかね、高い数字で入るんでね、ここはやっぱり貯めていきますね。死にそうだから、ここは一発でいこうかな。赤くなったね、もうちょっと。結構、意外ときついな。やっぱ攻撃が入るからっつってね、それだけじゃダメだってことですね。後半は手数重視でいきますよ。まあ即死しないだけまだいいのかな。あ、やばい、狙われてる、狙われてるから。大学あていうか、なんか死ぬ前にもう呪文かかってるんですけど、これインパクトってなんかやばいか。手数重視でいきます。おー、死んだぞー。よしよし、もう MP がないぞー。あ、復活した。これなんだろう、ちょっと見てなかったな。あと動画見直したらいいですかね。どうして MP が復活するんだろう。もうちょいだな、もうちょい。狙われてる、狙われてるぞ。もう一発貯めよう。もう一発貯めよう。ここで必殺が使えるといいんだけど、使えないと。押し倒した。必
久しぶりになんかとどめを刺しましたね。だいたいボス戦だと9分ぐらいっていうのが多いですね。やっぱり魔物に心を奪われてるんですね。ちょっと回しすぎじゃないか。あー、なんか最後の力振り絞っちゃう。やばいんじゃない？やっぱり振り絞っちゃうよ。お、どんな凶悪な魔物でも受け入れ許す心。おお、あー、何、誰にやられた。あー、なんだこいつら、冷えピタなんかつけちゃって。あー、なんか今人間の心を取り戻したっぽかったんだけどね。ほいみ、どうしてこうなっちゃったのか知りたいですね。あ、まあ心を奪われちゃってるからね、まあしょうがないっちゃしょうがないのかな。なんかちょっとね、納得いかないというか、すっきりしない終わり方ですね。どうするのかな。この子の記憶は取り戻したけども、どうなるのかな。え、もともとは魔物なの。あ、それで教え子でないっていうのはそういう意味だったんだ。ルートの岩山、またあそこまで行くんですか。なるほど、了解です。じゃあちょっと長くなると思うんですけども、ムルードの 岩山までね、繋いでいきたいと思います。あ、やばい、レフさん透明になってますよ。それじゃあね、岩山でもう一度お会いしましょう。はい、ではですね、ムルードの岩山のそばまで来ました。そういえばね、あの3つ目の蝶をね、手に入れなきゃいけなかったんですけど、その蝶のお話でしょうかね。もともとホイミスライムだったとはね。さて、この辺ではないんでしょうか。奥かな。さあ、どういう展開でしょうか。
私が思い出したこと。おお、みんなからもともとは尊敬されてたんですね。あれ、蝶目がもともとは魔物使いなんだ。なるほど。そういえばドラクエの世界では人間と魔物が入れ替わっちゃうみたいのは意外とありますよね。魔族の大軍隊との戦争が原因？それで記憶がなんか曖昧になっちゃってたんだ。なるほどね。え、もう一個用事？あ、そうそうそう、蝶々ね。重ねると、あー、なるほど。あ、ほんとだ。これで3つ目の蝶を手に入れましたね。あー、特に魔物に戻ったり人間に戻れたりはしないんですね。今回は微妙な終わり方ですね。おっと、でも経験値は美味しかったぞと。三門の石所にあるグランゼドーライの門が開かれるはずだ。あ、なるほどね。今すぐ、あ、戻っとこうかな。直接足で向かうとね、非常にめんどくさいですからね。ここは、あ、いた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 。これでちょっとルーラストーンを書き換えておいて、あ、バラルさんレベル上がりましたね。64だったのが66になりました。しかもあと3万ちょっとで67になりますね。なかなか美味しいクエストでしたね。ちょっとね、最後落としどころがね、ちょっと納得いかないな的な感じはありましたけども、見事ね、3つの蝶々を集めましたので、これからね、三門の石城を抜けて次へ進んでいきたいと思います。それではね、今回ここまで見てくださいまして、どうもありがとうございました。